今ゴングが打ち鳴らされました。井上尚弥7、ね、そうですか、構えただけで相手にプレッシャー。左16センチという長身のファイターです。やっと連打連打、チャンピオン井上のことをとにかくすごい偉大なチャンピオンでは、右だ、何かこの一撃一発の重みがこの音から来たり、終わらせるか井上尚弥、ここでゴング、ここからが世界のモンスター井上、はい、そして井上選手の表情ですけれども、はい、トレーナーほどあー右、その相手にねカウンターするって本当に難しいことになるし、はい、できないことなんですよ。極東日本で、はい、足を使って、はいはい、やっぱりペンチの使ったとかよ、さあ井上がプレッシャー来たり、フィバーライトがこのボアイを突き刺さって、左のボディーが圧巻させた、この左のボディーです。もうその時は近いかもしれない、求めてキングオブキングス、王の中の王へ。